日本埼玉県埼玉市南区、沼陰沼陰は埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は沼陰1丁目から沼陰3丁目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0027。埼玉市の副都心である武蔵浦和駅周辺の再開発によって超高層マンションが林立し、人口が急増している。 埼玉市南区西部の中石平野に位置し、区役所や超高層マンションが林立する埼玉市の副都心の一つである武蔵浦和エリアを形成している。またロッテ浦和工場やロッテ浦和球場、沼影市民プールなど、駅の資金に商業、業務施設など様々な施設が立地する。北部を大谷城、高木線が東西に貫いている。中世には沼影、内田に、 松本、極本と戸田市北部は鶴岡八幡宮の所領であるさざめ里であった。近世にはさざめ里となる。江戸期は武蔵区に足立群佐木領に属する沼影村であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵浦和駅前に位置することもあり。 数多くの商業施設が立地する。三丁目はほぼオロっての関連施設となっている。ありがとうございます。